中日、森重和監督、写真、荒川優志、開幕からの連敗を4でストップ、五日は待つ。たかが550日ぶりに一軍公式戦登板へ中日がようやく今季初勝利を挙げた。4日、名古屋ドームで行われた巨人戦。先発したオネルキ・ガルシア投手が6回2安打1失点と好投。打線もこまめに得点を挙げて 4-1 で勝利をつかんだ。開幕4連敗を喫していたが、今季5試合目で初めての白星をつかんだ。写真、躍動、鋭あらに思わず松坂も爆笑。このすごい、松坂効果、サイン会にはこの行列。開幕からの連敗を止め、5日の巨人戦では、ついに松坂大輔投手が移籍後初登板初先発する。一軍の公式戦登板は2016年10月2日の楽天。戦、コボスタ、以来、550日ぶりとなる。仮に4日も敗戦していた場合は、1年半ぶりの一軍登板となる松坂に連敗ストッパーとしての重圧を与えることになっていただけに、森重和監督は、さら、とか言っちゃ。いけないですけど、今日もし負けていたら、余計なプレッシャーをかけちゃうかなというのもありましたから、と、松坂の登板日前に初勝利をつかんだことに安堵した。ひとまず、今季初勝利を挙げた中日、指揮官は、松坂にとっては、今日のゲーム、の勢いをうまくつないでくれたらいい。これで本人も目いっぱい初めから言ってくれると思います、とし、余計なプレッシャー。のない状況で自分の投球に集中し、全力で腕を振ってくれることを願っていた。